はい、というわけでサムの学園の成果計画ね、うん、今の学生たちもう飛び級可能やん、十分、もう十分やん、いいんや、あんな体力テストが期末考査とか中間テスト、あんな当たり前、あと入試とか当たり前、面接もって試験の1位、俺受からないと入学が認めることはない、たとえ入学できても進級できなければもう退学か、もう1年か留学か留年かどっちか、現実ね、俺もう中学校から拡大したら単純明快、義務教育で表現開始して自由教育にしようかで検討し始めた。あとなんかもう大臣忘れたけど、なんか定数減らした、あのそんなことをするより生徒指導校則とかあれを廃止したら、あんなことしたら一生学力上がりませんよ、識字率上がりませんよ、何考えてるの文句なんて。まあそれはあれなんですか、政権ついたらすぐ文句言うからな、副業規制と称して退学処分下してる人やな、それはあかんねえ、私も優秀なの、赤点取ったら、赤点取ったらアルバイト、まあ、つまり非常勤の仕事はダメ、せっかくみんな年末年始仕事、短期間の仕事をさしてるのに、まあ今年は3日までね、うん、みんな仕事を探してるんやね、ちゃんと採用されてみんなね、私なんてね、だって、ね、今月からね、もう期末終わったからもう明日からね仕事行くんだ、短期間で、ね、4時間だけどね、そんなもん常識やけどね、ね、そんなもんや。あとね、よう思ったら、あの芸能人よく裏口とかね、枕言う肉弾接待とか、ワイルメンズとか、バーニングラクション、強要されて、それしなければ仕事は与えない、それ、営業妨害罪、威力業務妨害罪、つまり刑法に、これ、適用したら、訴えたら、警察に被害届出したら、これで大丈夫だって分かった、この2つの材料で、十分対処できるって分かりました。対処できる、そうですよね、警察庁、国家公安委員会、法務省、皆さん、最高、あなたたち、わざと不受理してたでしょ、してたよ、んで、選手で爆発的に増えたんや、あなたたち、寝てるやろ、バーニープラクションの、そんな無名の女の男女の女、寝てるやろ、んで、取り締まりしてんのか、俺でか、んでか。事件も偶然やん、道理でな、あの日産の才川を含む新規会社役員たち面積与えられてた、びっくりやな、赦免されてびっくり、あれ取り消すから、うん、単純明快、あなたたち謝罪してこい、謝ってこい、うん、ゴンさん、あ、カルロスゴンさん、じゃあサムです、うん、すぐにあなたに関してはあんな保証金出すわ、まあ計算したら10億円ぐらいでいいかな、妥結、うん、あなたの海外口座に振り込むって、うん、それ持ってきてください、うん、通帳なり、どうぞ、しばらくはレバノンとブラジル、あとおよびフランス、この3カ国に彼任せます、うん、すますわ、 ICP 用には言うか、うん、彼指名手配感謝、取り消してくれて手続きするか、うん、申告書送ることになります、その関係者たちもすぐ名誉回復するから、ね、ちょっとびっくりやん、万一郎さんの事件ってびっくり、そう、あとは努力義務、あのこれはみんな、みんなに言うわ、あのワクチンの努力義務ってあれ分かった、みんな一斉に、場合によっては免除可能なんじゃない、そう、お、分かった、そう、みんな一斉に、それ普通自己責任で行くんじゃない、みんなで受診行くって、うん、あの一言言っとくわ、そういうワクチンって予防接種全部予約制です、予約取らなければ受診は認められません、よくな皆さん言ってるわけだね、フルワクチンでもそうやけど、あれでも分かるとあれほとんど、ね、自分で行かんとあかんね、自分で1週間前、まあ1ヶ月前に予約して、1ヶ月前に予約して、
ほんなこの翌月に行ってくださいって、それ休み取れ仕事するね、それで取った方がいい、それで大丈夫や、それでいけるわ。厚生労働省も今のところ3月1日以降にって検討してる、無理、多分今の発注の何契約したいわけだ、正式な公式契約したいわけだ、多分無理やと思うわ、多分4月1日以降。まあ学生さんたちもう土曜日日曜日休みやから、計算したら金曜日か夕方に前に自分たちの行きつけの病院に行って、まあインクリニックとかに行って、なそこで予防接種するとか予防接種とかとかの、よう張ってる時あるで、あのこの予約開始しましたって、で自分で電話して予約取ってください、行きつけのクリニックでよ初めて接種したよ、それで予約して、まあ 2,3 週間前に予約してようやく、ね、接種が実現しました、ようやく実現したよ。ああいう病院ほとんど、ね、5時閉まりやから、クリニックみたいに7時までとかとかあるね、そういう場合はこういうところは大抵は平日の木曜日はお休み で土曜日は、ね、1日開業でここが多いんや、まあ、日曜日と祝日はほとんど同じ、休日はほとんど休業の当たり前、これは共通してるんや、もうちょっと規制撤廃した方がいいんやね。それと日本医師会の皆さん知ってるでしょ、サムのね個別情報見て肝硬変発症説、それは、ね、今の行きつけの通知受けてるわけ、アナジーじゃなくて宮内庁日本赤十字社訴えるぞ、この件争う姿勢やと、お互いに争う姿勢や、争うぞ最高裁まで、決着つかんかったらもう国際司法裁判所に行くしかないんや、ここで決着や、長期化するって分かってるから、最高裁どうせ国寄りの判決ですから分かってるんや、こういう意味で対策練った結果もっと強硬な対策だって、うちの家族、ね、だって肝硬変、ね、入院する血液検査したら絶対な数日後にはその精神科の担当医師絶対来ます、名前は知ってるんで言わないんだけど、絶対言うで、君の女、あ、マロナさん、あなたの女血液検査調べた結果そう用が出たり、そうちょっとこの数値あなたには分からないと思うけど、これ我々知ってる、何々ヘモグロビンとか何々 HBP とかとかの数値が200以上あったんだ、そう、まあそんな大げさじゃない、推定やで、例題としてこれは肝臓の病気前兆だから、ちょっと入院中にちょっと手術とか含む診察した方がいいやろ、その方がいいと思う、言ってくれたよ、そう早めに見つければやるんだよ、早期発見で、あ入院期間中9ヶ月間無理やり、そううちの家族来る、滋賀県の三日月大統来る、やっぱりな措置入院手続き早いと思った、1ヶ月間で無理やで、早すぎと思った、そのあいつら来るから通りで退院認めないと思った、おかしいと思ったやん、あいつらもう許せんと思った、でもまあちょっと法律見直すわ、措置入院制度見直すわ、ちょっと問題やあれ、まあコロナ特措法で措置入院義務化してあげる、あれもう見直すわ、任意入院にするわ、自宅療養でいいんや、パンクしてるやろ今、病棟パンクしてるやろ、もう無理や、精神科の病棟、閉鎖病棟、開放病棟すべき、これでいこう、では皆さん小泉さんのために改革やります、いやみんなのために改革やろ、以上です。